徳島インディゴソックスを退団し、野球を引退した矢内。引退から1ヶ月、自分探しの旅をしてきた矢内が、前回3年ぶりに軟式ボールを投げました。そしてついに、あく、自分猫じゃないぞ。どうした矢内、こんなところに呼んで。いやちょっと今回重大発表が。重大発表、はい。僕もう一回野球やりたいです。野球がやりたいと言った矢内、この前やった軟式のキャッチボールが相当楽しかったようです。ということはクーニンズに電撃復帰ではありません。実際ね、クーニンズで活躍する姿見たいですってコメント結構もらってるじゃん。そうなんです。これまでのこの動画が、もう矢内がクーニンズ復帰するためのフラグでしょみたいなさ、感じ言われてるけど、俺はあのクーニンズで野球をしない方がいいかなって思ってるのよ。NPB に行くため野球に全てを捧げてきた3年間、夢が叶わなかった矢内は現在23歳。今後は一社会人として働きながら生活していく。矢内は独立リーグ挑戦時に大学を中退しており、企業に就職する場合も矢内は高卒の社会人として他の人材と勝負していかなくてはならない。そう考えた時、就職自体を野球で。それがクーニンの考えでした。これ俺は結構心に残ってるんやけど、まあ、矢内にさ、引退したすぐぐらいに今後どうすんのって聞いたら、お前なんて言ったか覚えてる？なんて言ったんですか？お前稼ぎたいですって言ったのよ。やっぱりこう社会人として一歩踏み出したい気持ち強いのかなっていうのと、やっぱ独立で結構こう野球に集中してさ、やっぱお金もねかなりカツカツの中やってたし、まあ、そういったところで社会人としてどんどん機能していきたいんかなって気はすごく見えたの。それは、そうですね。まあ、今まで野球にかけてきて実力もまだある状態なんだったら、野球でまだ飯食った方がいいんちゃうと思ってるっすよ。それだったらさ、働きながら野球できるし、まあ、生活も安定してくると思うから。でもクーニンズいたらさ、やっぱりその野球だけで生活安定しないじゃん。そうですね、うん、普通に別でさ探さないといけないし、だったらって思ったりするんだけどね、俺は。そうですね、野球で飯が食えるんやったら、それはそれで本望ですね。そうそう、どうせだったらもう野球が仕事にしちゃった方がさ。そうですね、なんかいいのかなっていう、将来的に。まあ、という以上の理由から、はい、矢内はですね、ちょっと別のチームで、できたら企業チームとかで仕事をしつつ野球を続ける方向がいいんじゃないかと思ってます。はい、ということでした。振られました。振っちゃいました。なんでやろ。僕的にはすぐにでもって感じなので、中途採用とか。あ、そうなんだ。受け入れてもらえるんだったら。そうなんだ、はい。まあ、最悪西下ベースボールアカデミーに入るか、あ、ジャスティスウェイのアカデミーに入るか。踏みちゃその。まあ、俺はもうちょっとね、普通に社会に揉まれた方がいいと思うしね、はい。まあ、身内の企業じゃなくてね、はい。まあ、よそのところで揉まれつつね、野球を続けた方がいいんじゃないかと思ってます。そうですね、はい。じゃあクーニンズとしての引退試合みたいな。確かにね。確かにね。引退試合。確かにね。いつもなんかこう電光石火の感じで進路決めてきてね。ね、なんかそういう節目節目おざなりになってるからね。そう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 、うん。なんかきっぱりやりましょう。本当ですか。うん、ちょうどね、いい大会があるのよ。いいんすか。行きましょう、それは。僕参加できるんですか。多分ね、できる。それちゃんとしたところなんですか。めっちゃちゃんとしてる。あれれれれ、ブルッちゃわないかなって思う。逆に逆に逆に、そのぐらいのじゃあステージをちょっと用意させてもらって、はい、で最後華々しくね、あら、散ってもらいましょう。ああ、散るって言われます。散るって言われます。そして矢内と一緒に都内近郊で野球採用のある会社を調べてみたところ、一軒の素晴らしい会社を見つけました。ゴリラクリニック。先日クーニンズが対決したこのチーム、監督はヤクルト日本ハムで活躍した今浪さん。
そして軟式野球の企業選手としては破格の月給25万プラス野球手当3万年間最大100万円のインセンティブ。セレクションは随時開催しているとウェブサイトには書いておりました。めちゃめちゃ環境いいね。そうですね、だから室内練習場もあるし、毎週水分ちゃんとね、なんか都内のグラウンド取って活動してんの。軟式の企業ってね、ガッチリして練習できる企業ってね、意外に少ないのね。そうなんですか。そう、俺が知ってる限りは、まあ、品川区、同じ品川区のキャプティさん、キャプティさんはやっぱ東京ガスのグラウンドとかを使って練習とかできてたし、まあ、それこそ神宮の室内とか使ったりとかめっちゃガッツリやってんの。この前試合して強かったんですか。そうなんですか。ありやね。ゴリラクリニック、ゴリラクリニックに猿みたいなやつが入るわけやな。誰が猿ですか。誰が猿なんですか。チーターとかそっちも。監督今並みさんやからね。あのあの、そうヤクルトの、うん、そう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 、僕ヤクルト大ファンっすよ。あ、マジで。はい。そうなの。はい、決まりやんじゃん。ちょっと聞いてみよう。すごいっすね。テストしてくれるって。まさかのいけるって。マジっすか。そうだ、水曜日のその練習来てくださいって。へえ。だ、一緒に合同練習して最後ちょっとシートに投げてくれてさ。おー、ちょうどしかもねピッチャー募集してた。そうなんすか。うん、今なんか人数ギリギリらしくて、なんかちゃんとしたピッチャーが少ないらしいのよ。で、連戦足りないからピッチャー探したところに、あ、矢内くんか。知ってたよ。しかもマジっすか。うん、へえ。野球熱すごい強いオーナーだったらしいから。そうなんですね、うん、話が早かったっぽい。あ、じゃあ相性はあるんですね。こうして矢内のゴリラクリニックのテストに向けた練習は始まった。軟式野球で飯を食う道を目指し、矢内は再び走り出すのであった。まあ、何が言いたいかというと、食う人数矢内はないかなっていうふうに思いますね。今めっちゃハウリングしたけど。あ、響いたね。気持ちとともに風鈴ズヤウチはないかなと思います。すごい響いてる。なんでこんな響くの。すごいですね、やっぱ板橋響きのいい運動施設。すごいね、はい、板橋は公園なの。響きますね。風鈴ズは若林がエースでしたっけ。風鈴ズは若林が俺はエースかと思ってますね。あ、だとしたらちょっとまあレベルが落ちる。あいつがエースだとしたら。